河河さん国民民主党新緑風会の合でございます、えー、と本日は大臣の所信に対して質問を行わせていただきたいと思います。えっと、今回の所信表明で、大臣は一番最初に具体的課題への取り組みというところで、再犯防止に向けた取り組みの推進を掲げられました。 あのえー、おっしゃったこと自体は、えー、誠に最もなことだと思って受け止めておりましたが、えー、再犯防止こそが新たな被害者を生まない、えー、安心、安全安心な社会の実現の鍵を握っていると、えー、いうことをおっしゃってますあの、我が家を得たりということで、えー、そこで、えー、と今日は万引きの近年の動向に絞って質問させていただきたいと思います。お手元に資料、3枚組の棒グラフの資料を配らせていただきました。 こちらの資料は、警察庁の令和4年の刑法犯に関する統計資料のエクセルデータをグラフ化した資料ということであります。随一のところを見ていただきますと、こちら、犯罪の認知件数、それから検挙人員、これが書かれております。 平成16年にピークを迎えて、15万8020件という数字がありましたが、刑法犯罪はその後、減少傾向をたどり、令和4年の8万3598件、ほぼ半減しております。また、検挙人員も平成17年に11万3953人までいきましたが、その後、令和4年の4万5836人。 ということで、ピーク時の40.2%まで減少しているという、こういうデータであります。一方、えー、折れ線グラフをご覧いただきますと、えー、平成15年から、えー、令和3年まで、まあ、4年は少し落ちておりますけれども、えー、20年間で、えー、実は全、えー、刑法犯罪の中に占める、えー、万引き犯罪の、えー、比率というのは、5.2%から13.9%に増加をしているという、まあ、こういうデータでございます。 この数字をご覧いただいた上で、今、警察庁、失礼、法務省として、この万引き犯罪の動向について、どのような認識をお持ちになっているのか、まずお伺いしたいと思います。警察庁長官官官房和田審議官万引きの認知件数は平成以降で見れば 平成16年に約15万8千件で最多となって以来、これまで概ね減少傾向にあり、令和5年には約9万3千件と、平成16年の約6割となっているところです。一方で、刑法犯認知件数全体に占める万引きの割合は、令和5年は約13%となっており、平成27年以降、 10%を超える水準となっております、はい、高さん、はいえー、それが、えー、データということでありますので、こう,、えー、こうした動向を踏まえてあの、大臣にお伺いをしたいんですが、えー、実は、えー、全国万引き防止犯罪機構というところが、えー、このいわゆる万引きの実態調査等を行っておりまして。 直近の数字ということで、2022年度の数字が手元にあるんですが、小売業の年間の売上高、150兆円を超える売上高がありまして、このうち年間総売上げに対する不明、ロスした。 割合ととといいううのがああるということであります金額に換算すると、6320億円分なくなったということでありまして、このうち万引き等の被害に遭ったものが、おおむね56%ほどあるであろうという推計値が出ていると、金額に直しますと、年間の万引き被害総額の推定値がおよそ3560億円ほどになるという、膨、まあ、大,大な実は金額のものがロスしているという、こういう状況にございます。 こうした状況を踏まえて、大臣がこの問題をどうご認識されているのかということについて、まずお伺いしたいと思います。小泉法務大臣あの、まあ。あまり目立たないような形の犯罪ではありますが、今おっしゃったように、それが累積していくと、まあ、マクロで見ると、大変大きなウェイトを占めているという今、ご指摘だったと思います。 あのその後また故障の問題について、あの後ほど申し上げたいと思います。川井孝則さん。はい、ありがとうございます。あのそこで今大臣に触れていただきましたが、この万引きという言葉。のに対して私、私実は問題意識を持っておりまして。えっ、ー、と、万引きというとつい出来心といったようなニュアンスもありますし、もともと万引きの語源を調べてみますと。えー、いわゆる第八車に積んだ野菜をこう抜いてくる間引き。 間引きがなまって万引きになったといったような、まあ、そういう言葉の語源があるらしいです。そうしたことも含めて、この万引きというこの言葉自体が、まあ、本来はこれ、窃盗罪なわけですけれども、 おお、ビザ意識につながっているんではないのかと。つい出来心だからということが、ええー、意識につながり、いわゆる再犯を、えー、要は助,助長することにもつながってないのかという、えー、ご指摘がの声も上がっているわけであります。えー、そうしたことも踏まえて、このいわゆるその、まあ法律用語ではないですけれども、安引きというのは。 この万引きという言葉自体をどうその表現するのか、発信するのかということ自体が、この万引きの抑止にもつながると思うんですけれども、この故障見直しの必要性について、大臣はどうお考えになられているのか、お伺いしたいと思います。小泉法務大臣 あの万引きという言葉が窃盗罪のうちの一つの類型を指す言葉として、社会において一般的に用いられていることは承知をしております。ただし、万引きは法令上の用語ではなく、また法務省として万引きの定義について、特定の見解を有しているものでもないことから、万引きという言葉を用いることの効果や是非について、法務大臣としてお答えすることは、 困難であることをご理解いただ、きたたいいと思いますただ、まあ、一般論で申し上げれば、検察当局は窃盗事件について処分を決する際には、当該事件がどのような類型の窃盗であるかにかかわらず、個々の事件ごとに犯罪の対応、手口、被害額、犯行の動機、被害弁償の状況、その他の具体的上場や同所事案の処理との均衡などを総合的に、 検討して判断しているものと承知をしておりますあの大臣のおっしゃったこと、理屈ではその通りだと思うんですが、その結果として、えー、いわゆる万引きが、えー、むしろ相対的に増えているという状況が今あるということですから、これまでやってきたことではだめだということを前提として、どう対応するのかの議論をさせていただきたいというのが、今日の質問の趣旨ということであります。えっと 万引きに関しましては、えー、お店で万引きを現行犯で見つけて、それを警察に対して、えー、警察に渡し引き渡しても、実際にはこれが立件されることはほとんどないということで、まあ、叱り置く、えー、もしくは返金、もしくは返品をさせた上えで注意を促すといったようなところで、と、え、ど、ー、まってしまっていること部分がほとんどということであります。 であのこの万引き犯罪については、全科主義を重視しておりますので、初回万引きに関しては、えーまあ、つい出来心ということで、えー、叱り置くで済んでしまっていると、えー、このこと自体が、えー、いわゆる万引き程度では捕まらないと。 いうことそういうあの罪の意識をあ,のあまり感じない状況を生み出してしまっているのではないのかというのが、現場の声として実はございます。したがってあの、窃盗罪ということでありますので、えー、初回の万引き犯罪であったとしても、えー、確実に、えー、検察に、えー、装置するべきなのではないのかという問題提起をさせていただきたいと思いますが、えー、この点について、あの実務を担っていらっしゃる警察庁さんの、えー、ご見解をお伺いしたいと思います。 警察庁長官官房進化審議審議かお答えいたします警察におきましては万引きの被疑者は初犯者であっても必要な捜査を行い検察官に装置するなど個別具体の事案に即して法と証拠に基づき対処しているところでございますなお国家公安委員会規則である犯罪捜査規範におきましては捜査した事件について 犯罪事実が極めて軽微であり、かつ検察官から装置の手続きを取る必要がないとあらかじめ指定されたものについては、微罪処分として検察官に送致しないことができるものとされているところでございます。えー、万引き事件の対応は様々でありますので、えー、警察においては、こうした微材処分という制度が設けられた趣旨も踏まえ、個別具体の事案に即して適切に対応してまいりたいと考えております川井孝則さん。 えっとまあ、そうした対応をこれまでなさっていることは、えー、承知の上えで、えー、要は再犯が繰り返されるという、まあ、再犯が起こるということについて、そのことの具体的な防止策といったものについては、これ、質問通告してませんけど何かお取り組みしていらっしゃるでしょ新華審議官お答えいたします。あの先ほどご答弁申し上げた美処分でございますが これは事件を装置しないわけでありますが、この装置しない場合には、被疑者に対し厳重に訓戒を加えて将来を戒めること。 被疑者を監督する地位にある者等を呼び出し、将来の監督につき、必要な注意を与えて、その受け章を調すること、被疑者に対し、被害の回復、謝罪等を講ずるよう諭すこと、えー、こういったことが犯罪捜査規範上、必要とされておりまして、こうした手続きはですねあの再発防止にも資するものではないかと考えているところでございます。川井貴さん お手元にお配りした資料の図の6のところに、被疑者の年齢層別万引き被害品数という資料が付けさせていただいております。これ、ご覧いただくとお分かりのように、万引きの被害に遭っているもののうち、圧倒的に多いのが食料品なんですよね。したがって、その1件あたりの被害金額というものについては、 それほど高額にはならないということなんですが、それが積もり積もった挙句に、先ほど冒頭申し上げたような数字になっているということでありますので、要は、軽微なものに関しては、要は厳重に注意を行うという、その対応だけでは正直、現状の状況では効果が十分に発現していないということは、残念ながら指摘せざるを得ないと思います。その上で、警察庁さんにもう1件お伺いしたいんですが、 この万引きを通報するという、この手続き自体も、かなり現場にとっては負担であります。 大,大きなショッピングモール等であれば、従業員の数も多ございますので、その万引き犯を警察に対して送り届けるという手続きを取るのも手分けをして行いますが、小規模店舗やコンビニエンスストアの場合には、実際それに対応してしまうと、従業員さんがその方しかいらっしゃらないようなケースもあったりしますので、お店の営業にも支障を来すと。 さらには、この警察に対して通報を行うにあたってのいろいろ届け出の書類の関係の手続きも取らなければいけないんですが、こちらの方うも慣れてない方が多いので、やはり数時間単位で時間がかかってしまうといったようなことも、やっぱり指摘をされておりますで。ともかく犯罪を見つけたということであれば、 これはやはり、全県通報は行うべきということだと思いますので、この場合の手続きのための届出書類の簡素化ということについて、ご検討いただいた方がいいのではないのかと考えますが、この点についてのご見解をお伺いします進化審議官お答えいたします。 万引き事件の捜査を行うにあたりましては、これは他の事件の場合と同様でありますけれども、刑事手続きを進める上で、さまざまな書類や証拠が必要となりまして、事業者等に協力を求める場面も多々あるところでございます。委員ご指摘のとおり、こうした手続きが事業者の方々にとって負担となっているといったご意見があることは承知しております。警察におきままししてはこうしたご意見も踏まえ 万引きの被害の届出等につきましては簡易な様式を用いることができることとしているほか事情聴取等を行う場合には時間や場所等について被害者等のご都合に配意するなどその負担軽減に努めているところでございます引き続き被害者等の負担にも配意しつつ必要な捜査を適切に推進するよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております河合貴則さん はいいよろししくお願いします、えっと、その上でもう一点、指摘をさせていただきたいんですが、えー、この万引きの被疑者の再犯防止やその更生支援という観点から、えー、ご認識をお伺いしたいんですけれども、えー、例えばですね、少年犯罪の場合には、えー、その事件の内容が比較的軽微なものであったとしても、 再飛行防止のための保護的措置というものが実践されるということになっております。それに対して、成人や高齢者の微罪処分や簡易装置の場合には、釈放後はこの対象者をサポートする制度的保障がないというのが現状です。これがお手元のの棒グラフの資料で 図の4のところに年、年齢層別の万引き検挙人員というのが書かれておりますけど、えー、実は、えー、と高齢者の、えー、万引きが、えー、高止まりの状況が、えー、続いているということがありますので、えー、こうした、えー、実態を踏まえて、えー、釈放後、えー、高齢者や再犯者の、えー、万引きの に対して公正支援のためのサポートの枠組みというものを、えー、きちんと整えるべきではないのかということを考えておるわけですが、この点について法務省さんの見解をお伺いします。松下刑事局長、お答えいたします。御指摘のとおり、あの高齢者その他あの少年ではないものの万引きの件数はあの。 統計にあるとおり、増えているわけでございますけれども、まあ、万引きに限らず、再犯を防止するためには、社会で孤立をさせないで、課題を把握して必要な支援に円滑につないでいくということが重要だというふうに認識をしております。検察におきましては、起訴猶予や刑の執行猶予等によって、刑事施設に入所することなく、刑事司法手続きを離れるものにつきまして、高齢ですとか、まあ、障害等により、福祉的支援を必要とする場合に、保護観察所、地域生活定着支援センター、弁護士などの、 関係機関、団体等と連携をいたしまして、身柄釈放時に福祉サービス等に橋渡しをするなどの入り口支援の取り組みを実施しているものと承知しております。具体的には例えば、各庁や地域の実情に応じまして、釈放される見込みの被疑者等について、釈放前に検察庁から一定の情報を法監察署などに提供するなどして、対象者の特性に応じた 厚生緊急保護のの措置が適切にに講じられるるように取りり組んでいるものと承知をしておりま,すまた、各所の実情に応じまして、社会福祉士を非常勤職員として雇用し、あるいは検察外部の福祉や医療の専門家と連携をして、福祉・医療サービス等に関する助言を受けたり、福祉機関等の受け入れ先の調整を行ったりするなどの取り組みをしているものと承知しております。 はい、高成さんあの問題、えー、課題意識を持って、そういうお取り組みをいただいているということについてもあの承知いたしておりますが、これあの、その絶対数が足りないということでありまして、やはり、えー、とそうした対応、えー、対応の、対応サポートの対象になる方が、えー、一部に限られてしまっているのも、これ、また実態でありますので、えー、いわゆる公正に向けたサポートを行う上での、えー、全国的な体制の整備や、また、 法務省警察庁から各都道府県へのいわゆる指導等も含めて取り組みというものの体制を早急に整えていただきたいと思います。初期対応をいかに迅速に、また適切に行うのかということが、その後の再犯防止に大きく影響を及ぼすと思っておりますので、ぜひこの点については申し上げておきたいと思います。次の質問に参りたいと思います。このいわゆる万引きを繰り返す方については、 いわゆるその精神疾患というか、まあ、そういった原因についても指摘をされて、その疑いが指摘をされております。で、そうした方々の場合に、今、刑事局長がご説明があったように、いわゆる法的な対応やサポートということとは別に、医療や福祉の観点からの、 いわゆるサポートとといいいううもものも必要になってこようかと思います近年いわゆる万引きを起こしてしまう方の高齢化が進んでいるということもありますので、医療や福祉の観点から、この万引き事案についての対応を今後、行うことの必要性が高まっているのではないのかと私、感じているんですけれども、この点についての刑事局長のご認識をお伺いしたいと思います。

関係機関との連携強化、またその連携する先の関係機関の拡大も含めてでございますけれども、あの努めていくものと承知をしております貝孝典さんえと。関係機関のお話が出ましたので、あの少しあのこれまでのこう全国での取り組みで調べた内容について、ご紹介したいと思うんですが、えー、福島県の方では、えー、いわゆる、えー、集団、あの 大,大量万引き、いわゆる爆投という表現を使っているらしいんですけど、えー、あのそうした、えー、といわゆる、えー、悪質な、えー、大量セットに対して、 地域でネットワークを作って、それを県警と情報共有を行って、速やかに被害情報を共有することで、次なるいわゆる爆投というものが生じないようにするための取り組みといったようなものをやっていらっしゃるという資料を見つけました。こうししたたもののを拝見している中で感じたのが あのまあ、お金、予算をかけてどうこうということについては、なかなか、えー、機動的に対応するというのが困難な状況なのはよく承知しておりますけれども、えー、いわゆるその万引き犯罪に対する、えー、地域での情報の共有をいかに迅速に行うのかということを、えー、この情報共有だけでも、えー、この抑止につながるということは、えー、抑止効果は大きいと、私は実はその資料を見て感じました。えー 取り組みを行っていただいていることを踏まえて、全国的にも、このいわゆる深刻化する被害額がどんどん増大するこの万引き窃盗事件事案について、要はネットワーク化の取り組み、協議会作りの取り組み、こういったものについてのバックアップをぜひ法務省さんにはお願いをしたいと思うんですけれども、そのことだけ申し上げておきたいと思います。 でえっと、もう1点は、えっと、これは質問の通告には書、えー、かせていただいておりませんけれども、えー、小売業界の店作りの事態、えー、にもやはり、 え工夫の必要性があるのではないのかということも、実はえ私自身、この間、さまざまな検証を行って感じているところであります。えー、本当にあの小さな高額商品、まあ、化粧品なんか特にそうなんですが、こういうものはガッとつかんで、カバンに突っ込んでしまえば、あっという間に満単位のものが万引きできてしまうということではあるんですが、それを防止するために、店内のカメラ等を設置はしていただいているわけでありますけれどやはり、 高額商品や、要は被害を最小限に抑えるための店づくりといったようなものについても、当然、検討する必要があると私自身は思っています。警察や行政に耐えるだけではなく、万引きに強い店づくりというのがいいのかどうか分かりませんけれども、盗,品に盗難に遭いにくいような店づくりといったようなものについても、やっぱりこう、要はモデルケースのようなもので、指導を行っていくといったようなことが必要なのではないのかなと、実は感じました。 えー、大手さんはそのあたりも含めて、きちんとやっていただいているわけでありますが、やはり中小零細、個人事業主の方々の場合には、なかなかそこまで手が回らないような状況もありますし、むしろそういったところに高額商品が置いてあ,あるようなケースも、まあ、あーございますのであ、そういう意味では、あのいわゆる万引き被害に遭わないようにするための、えー、警察、行政からの指導というものについても、ぜひあの念頭において取り組みを進めていただければ大変ありがたいと思います。えー、時間がボボ、えー させてまっておりますので最後の質問をさせていただきたいと思います。えー、っとこの高品取引への対応について少しご提案をさせていただきたいと思います。あのなぜ大量のものを万引きするのかというとこの万引きしたものをいわゆるフリマサイト等で転売をすることで収益を上げるといったようなことを目的に悪質な集団セットを繰り返しているようなグループもあるということであり。 えしたがって、この盗品取引への対応としてのオークションサイトですとかフリマサイトへの出品物の中での 出品物から盗品を排除するといったようなことについての適切な措置を講ずる必要性があるのではないのかということを考えているわけでありますが、このいわゆる盗品取引を防止するための取り組みの必要性について、現状の取り組みも含めて、警察庁さんにお伺いをしたいと思います和田、はいま、審議官 いわゆるインターネットオークションにつきましては、平成14年に改正された古物営業法において、古物、セリ・斡旋業として届出制とされており、同法により、古物の売却をしようとする者の,の本人確認や、取引記録の保存について、努力義務を、努力義務を課すなど、必要な規制がなされているところです。他方、いわゆるフリーマーケットアプリ等については、 大手事業者がインターネットオークション事業者に課せられている努力義務と同等の本人確認を自主的に開始していた状況を踏まえ、平成30年の古物営業法改正に先立ち開催された、古物営業の在り方に関する有識者会議において、まずは事業者および業界の自主規制の状況を見守ることとす,るすべきである旨の提言がなされたところです。 警察におきましては、この有識者会議の提言も踏まえ、大手事業者と意見交換を行い、事業者の自主的な取り組みの実施状況を確認するなどしており、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。河井孝則さん。ありがとうございます。えっ、ー、とその取り組み状況を確認された上で、えー、実際にこの高品取引を、えー、要は抑えることができたような事例というのはあるんでしょうか。 ね、また審議か。今あの、手元にそのようなあの事例を持ち合わせているわけではございませんが、えー、警察としまして、このような今、ご紹介しましたような取り組みを継続しております、えー。事業者の自主的な取り組みの実施状況を確認するなどしており、でまた、一部事業者においては、 AI を用いた不正検知システムの導入等が行われているものとも承知しております、こうした取り組みを警察と連携をしながら、続けてまいりたいというふうに、あ警察としましても、こうした取り組みと連携しながら、取り組みを続けてまいりたいと考えております川井貴則さん。はい、時間がまいりましたので、残余の質問はまた次の機会にさせていただきます。ありがとうございました